れコナーさん、あれコナー死んだんだけど、あれ過去かな、死んじゃったはずあ、直してもらったのかな、あ、それありえる、ありえるけども、傘ささないのはあのここにいたおばさんに渡す用のあれかな。ちょっとね、一回収録止めてまた付け直します。よし、じゃあ行きましょう。びっくりした、もうコナーあれで終わりかと思ってました。あるんだね。ここにおばさんがいたと思ったけど、いない。なんかすごい綺麗なとこだよね。めちゃめちゃ広いし、これこの庭を維持するの相当、あ、アマンダ、あ、そうそう、アマンダ、アマンダ、あ、いた、あそこにいた。あまりに時間がかかったんでヒントが出ましたねいました、アマンダ。コナーの雇い主、雇い主っていうかコナーの所有者なのかな。すごい庭園です。最高だね、ここね。こんにちは、アマンダ。最高だね。コーナー、待っていましたよ。少し歩きましょう。歩いちゃいますか、一緒に。あ、入るんだ、コーナーも。傘でか。残念ながら、前任者は破壊されました。メモリーは転送しましたが、その過程で失われたデータもあるでしょう。そういうことか。今後はくれぐれも気をつけなさい。最善を尽くします、アマンダ。二代目。それで、コナーだった。何か収穫は？なるほどね。もう覚えてないです。壁の文字。壁一面に迷路のような絵やシンボルが書かれていました。他の変異体同様、RA9 に執着していたようです。他には？日記？日記を見つけましたが、暗号化されていた。解読には数週間かかります。あと少しで変異体を捕まえられたというのに。それはね、大変申し訳ない。警部補との関係はどうなりました？まあ、曖昧？改善しています。私も彼を理解し始め、彼も私に慣れてきました。そこまで仲いいってわけでもなかったもんね。時間がありません。変異は広がり続けている。時期に世の中にも知れ渡ることでしょう。何としてでも止めなければ。必ず私が事件を解決します。お任せください。アマンダめっちゃ濡れてるけど。新しい報告がなんだろう。アンダーソンを探して捜査しなさい。あー、またまた一緒に。あ、傘 いらないですか。そうか、そうか、なるほどな。アンドロイドだからね、2代目なんだ。まあそりゃそうか、それがいいとこか、アンドロイドの。いや、ちょっと複雑だけどよかった。はーい。ハンク友情。記憶は、今までの、あれだよね、記憶が残ってるんだよね。だからまあ、ほぼほぼ前のコナーと同じっていう感覚でいいのかな。びっくりするだろうね。アンダーソン警部補。いらっしゃいますか？いない？いないのかしら？ちょっと中に入るって出てるけどさ、探ろうぜ。いないのかな。
悲しんでくれてたら嬉しいよね。そんなことない。厄介払いできて嬉しいっていう感じは多分そういうのはないと思うんだよね。あの感じ、いや勝手に入っていいのかな、怒られそうだな。あ、ワンちゃん、そうだ、犬飼ってるんだっけ。なんだろう、あれセントバーナード、え、かわいい、いいな。裏回って入れないか。あ、開いてるよ、なんかすごい見える。あ、嘘だ、やべえ、倒れてる。アンダーソン警部補、怖そう。もしかしたら入り口さ開いてたかもしれないけどさ。いい子だ、うん、もうでかい友達だよ。な、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。ご主人を助けたいんだ。あ、犬と通ずる、え、かわいい、いい子でよかった。倒れてます。お酒ですよこれは、アルコール。なんで自殺しようとしたわけじゃないよね。アルコール、わずかな不整脈、外傷なし。警部補、あ、寝てんの、あ、寝てる、なんだよ、起きてください。心配心配したじゃん。僕です、コナーです。コナー、夢だと思うよね。そんなわけあるか、あいつは死んだ、間違いないね。前任者は破壊されました、私は新型です。起こしましょう。これからあなたの酔いを覚まします。おい、ほっとけってんだよ。させてもらいます。アンドロイドめ、俺の家から出てけ。あなたの力が必要なんです。やばい、これ壊したの、ご協力いただけますよね。さっさと出てけってんだよ。窓壊しちゃったからな。浴室に連れてく、行きますか。おお、相撲やれ。そうだ、相撲だ、名前やれやれって言うな、怖いわ。くそ、まずい、吐きそうだ。やめてくれ、え、ダメダメダメ、ちょっといろんな意味でやめてほしい。吐かないで、吐くのだけはやめて。いいからほっとけって言ってんだろ。俺はどこにも行かねえ。なんでこんな酔っ払っちゃったんですか。なんでそんな飲みすぎちゃったの。何してんだ。風呂なんて入らねえぞ。すみません警部補、ちょっとあの危険にしてほしいです。水出す。止めろ、水を止めろ。ナイスリアクションだな、最高だな。アンダーソン、お前ここで何してんだ。お、目覚めた。43分前殺人事件の通報があり、バーにいらっしゃらなかったので自宅に来ました。だが何が悲しくて自分のアンドロイドにてめえの家でこんなひどい目に遭わされなきゃならねえってんだよ。頼むからほっといてくれよ。どうしよう、合理的に話す。いえ、それはできません。あなたなしではこの事件の捜査が進められないんです。お前の任務なんて俺の知ったことか。警部補、あなたは今まともな、余計なお世話だよ、さっさと出て行け。荒れてるな。茶化す。そうですか、まあどうせつまらない事件ですし、風俗店で発生した殺人事件です。私たち抜きでも平気でしょう。あ、風に当たるのも悪くはないかもな。寝室から服を持ってきてくれ。あ、やる気になった。
すぐに持ってきます、うん、洋服ね。じゃあちょっと勝手に寝室入らせてもらいますよ。でもすごい広くて素敵なお家じゃないですか、ハンクさん。どの服にしますか？どれでもいい。どれでもいいの？本当？どれにしようかな。柄シャツ、ボーダー、ヒッピー風。柄シャツにしよう。これでもどれ、でもあれだよね。もともとハンクさんが持ってる服だから別にどれ選んだってさ、いいよね。柄シャツ。平気ですか、警部補。いい気分だ。すまんが、5分だけ待ってくれ。はい。5分ぐらい全然待ちます。見えてる、見えてる。ちょっと、ハンクさん、頼むぜ。いや、それはダメなやつよ。大量にやったな。いやー、窓開けれませんね。いやー、雨降ってますね。まだここ一人で住んでるんでしょうか。別にあれだよね、片付けなくてもいいんだよね。いやー、荒れてるなー。太っちゃうよこんなの食べたら。調べる。あれ？この銃さ、別にあれだよね、倒れてそのまま落ちただけだよね。使おうと思ったわけじゃないよね。何も言わないでおきましょう。自殺じゃないでしょう、まさか。でも多分問いただすと怒られると思う。心証悪くなると思う。いや、何も言わない方がいいよね。まさかのコナーが。窓を壊してすみません。襲われてるかと思って。もちろんサイバーライフが弁償します。あ、ならよかった。請求書を送るよ。さすがにこのままにしとけないよね。見るって出たけど、あ、息子さんかな。あ、可愛らしい。コール・アンダーソン死亡。ハンクは息子を亡くしていたんですね。これはアンドロイドと何か関係があるんでしょうね。だからアンドロイドのことが嫌いなんでしょう、きっと。あ、似合ってるじゃん。いいと思う。かわいい。いい子でな、相撲。すぐ戻る。この相撲がガラスを踏まないかがすごく心配。いや、お利口。すごいかわいい。ロシアンルーレット。なんかもうちょっとハンクさんのお家調べられそうでしたよね。もうちょい調べたかったな。全然見れてなかったよ。息子が死んでしまったことしか得ることできませんでしたね。たくさん鍵ついてたけど、ここもうちょい調べたかったな。まあ、洋服に関してはどれ選んでも、まあ好みになるんでしょう。でもすごい柄シャツ似合ってましたよね。まあ、これはこれでいいのでは。もうちょっとでもハンクさんのことを知りたかったなって思うんで、ここがちょっと悔やまれるところではありますけどね。さあ、次行きましょう。最後まで動画をご覧くださった皆様、本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらをクリック。そして最新の動画がこちらになります。ぜひ他の動画もご覧ください。そしてツイッターもやっておりますので、動画が上がった際のリツイートなどなど、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、みとくでした。